はい、始まりました。毎度おなじみゆうご .tv のお時間です。よっと、早速本日のお題を読んでいきます。情報の価値を決めるのは世間ではなく自分、こちらのお題を今から読んでいきます。役立たない情報だと思うとくだらない情報になります。ためになる情報だと思うと価値のある情報になります。受験生は子育てには無関心でしょうが、勉強テクニックには関心があるはずです。主婦は恋愛には無関心でしょうが、節約テクニックには関心があるはずです。価値がある情報があるかどうかではありません。価値を感じる自分がいるかどうかです。人生のステージに応じて自分の立ち位置が変わるため、情報に対する価値観も変わるのです。情報の価値を決めるのは世間ではなく自分です。自分に関係があると思えば価値を感じますが、関係ないと思えば価値ある情報も素通りです。さて、ここであらゆる情報の価値を上げる考え方があります。いつか役立つだろうと考えることです。例えば、受験生は子育ての情報には無関心でしょう。自分がいつか親になって子育てをするとき、役立つだろうと思えば情報に価値が出てきます。主婦は恋愛の情報には無関心でしょう。我が子がいつか思春期を迎え、恋愛のアドバイスをするときに役立つだろうと思えば情報に価値が出てきます。いつか役立つだろうと思えば関心の範囲が広がるため価値を感じやすくなります。価値ある情報を見つけるのもいいですが、情報の価値を感じやすくなる自分になることです。どんな情報もありがたく思えます。少なくともそう考えた方が人生をもっと楽しめるに違いありません。もしかするとこの話も無関心かもしれませんが、いつか役立つだろうと思ってみてください。価値の感じ方が変わるはずです。今日の格言、いつか役立つだろうと考えながら情報と接する。まさにこの俺がやってるゆうご .tv はこのお題と同じですね。まあいつか役に立つだろうっていうのもあるし、まあ自分のため、一番は自分がこういういろんな情報をインプットしてアウトプットして、いい情報を自分に吸収して、なおかつこうやってネットで配信することによって誰かの役にも立つ、誰かのためにも立って自分の役にも立つ、そしてお互いが成長できる、なんて素晴らしいいいことなんでしょう。その気持ちをモットーにゆうご .tv これからもほぼ毎日配信していくので、ぜひチェックとよろしくお願いいたします。それではまたお楽しみに。バイバーイ。